い、どうもリズムのタカです。キヨです。キヨです。はい、今回やる企画はディエゴ・オリベイラ PK 対決です。来ましたが、誰サッカー見ないですか？サッカー見ない。カシックですか？カシック、チェルニーチで出ない。出ない。初期初期、開幕戦。はい、行こう。FC 東京のエースですよ。だけどね、エース。特殊な PK 蹴るんですよ。相当癖強い。ちょっと概要欄貼っておきます。今でも流行りですからね、あの蹴り方。なんか、いろんな選手やってるよね。海外でも結構、ああいう似たような蹴り方する人が増える。っていう縛りですか、今日は。そうです。もう、このなんか、アッキャからの蹴り方だけで、PK 対決する。いや、待て待て、それを、例えば、ちょっとさ、ちゃう蹴り方とかしたら、もうそれ、もうその時点で。いや、それはもうカメラマンの判断。それも、ディエゴ・オリベイラの PK っぽかったら OK。ぽかったら 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 OK。リゼリーグとして、やるんで。4節ですか？今全員並んでますから。4節。これ4節で、もう全員勝ち点4ですから。あ、これは面白いですよ。ってことは、もう、こっから飛び抜けてくるやつが出てくるのかな。そうですね。1位が決まると、はい、この対あのこの結果によって。いや、まだあと1ヶ月あるから。はい、行きましょう。はい、1人。あ、待って、俺今日すげえ元気なの。体今日は。逆の体ですか。マジで。やばい。新しいタイプ。じゃあちょっと朝ごはん食べる。頭が冴えてない今日。朝ごはん食べない。はい、今回5本。1人5本です。はい。で、一番決めた人が勝ち。そうだね。で、一番外した人が負け。で、キーパーゆいさんがおるから、そこは公平に全部、ガチで止めてもらう。サドンデスもあるってことかな。サドンデスもある。オッケーオッケー。それでは行きましょう。あ、これ例ですね。これ助走は今自由です。なんで最後に最後の部分最後になるほどね。跳ねる、最後ちょっと跳ねる。多分1番とかいいキーパーわからない。2番1。足足って思うじゃないですか。いいもうバラバラな。違うわこれ。普通に蹴れねえわ。うまいね。うまい。マジむずいわ。飛んでたね、しっかり。今の取りたいな。しっかり飛んでた。取れよ。マリオ。マリオ。マリオみたいな。お前なんかマリオみたいな。ここは勝ち点3取りたいわ。だってこれ俺練習なしやってるからね。一応あの人たちはさ、しっかり練習してるからさ。俺はひどい。ひどいね今。あ、いい。どうぞどうぞ。ひどすぎる。もう一回もう一回。相当おもろいね。相当おもろかったね。あいい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 。ガチでやってあれだから。あってさんでけ。三人ともでやん。これ難しいわ。俺難しい。果たしてディエゴ選手はこんな飛んでんの？ちょっと飛びすぎ説ない。いや、まあ、企画としてね、誇張しないといけないんですよ。そりゃそうよ。ザコ師匠ってことで、ザコ師匠ってこと。俺多分分かったわ。いや、これむずいよ。誇張してきた。誇張しすぎた。ディエゴ・オリベイラってこと。一回誇張しすぎてやってみて。あ、もうそっから。指示もある。これはでかい。嫁も今でも綺麗だった。蹴っちゃったわ。
終わったー、やばいって。勝ち点さんもろた、勝ち点さんもろたで。うわー、飛んだやろ。相当決めてるよ、ね、もう俺話は見たことない、いやーやけーやばい、キーパー仕上がっていいよ、ね、今4本目やばい、あいつ飛んだら蹴れない、飛びすぎたら蹴れんわ。ドロや、ドロドロジアよ。こいつだ、こいつだ、お前勝ち点7やん、やってるわ、なんかすげえアウェーでの勝ち点3な気分なんだけど。これさ、なんかみんなに喜ばれない勝ち点3 2-1だっけ、 2-1? すげえ、なんかちょっとアウェーでの勝ち点3だ、戦いはそんなもんよ、気分がなんか戦いはそんなもん、なんかすげえ喜べないな。いやでも6本目にしてこれか。今俺先にね、ユイさんが右に動く見えたわ。マジで、うん、動いた、あ、レベルまで、ね、あ、じゃあディエゴ選手はそうやって蹴ってる、ユイさん多分こっちに動いた、見えた、動いた動いた、うわぁ、でもうまいわ、でもうまいわ、いやタイミング取れんな今、でも外したら負けだから、すごい、うまい、危ないわ、終わったかもだわ今。外す気せんくらってきた、終わった終わった、お前フラグ立たつじゃん、そんな存在、うまい、うまい、急にそんな存在、うまい、これコース無理だ、やばいやばいやばい、これ勝った、外す規制になってきた、結構怪しい、結構無回転でサイドバックしてた、外す規制になってきた、本家超えてきてたね、ユーさんお願いします、マカさん、ユーさんしっかり見ないね、見すぎたね今、目やったわ、なんかいやこれね面白いわ、この PK。
初めて蹴ったけど。今日これ試合で蹴れる？いや蹴れん、絶対蹴れんこれ。なんかでもちょっと先般食らわん、これで外したらなんか。いや、クラフォンジーでやっぱその、やっぱ練習必要よ。最後めっちゃ不満になってたよ。キーパー的にどうすか、やっぱタイミング取れんよ。こう着地して、こう着地するじゃん。でキックのここの幅がさ違うよ、みんな。あ、確かに。で着地してこう来るのとこう来るので幅が違うけどさ、こう切られるタイミングが。で確かにキーパー言いますもんね、その軸足見てどっちかその選ぶみたいな、よく。ずれる。面白いな。他にもなんか面白い経験探していっぱいありそうだけど、ね、ということで、はい、勝ち点3 1 0 0ということで4 じゃあ言うたか、あ、言うてみる。4 5 7 4 5 7。うぅ、離れた。これ次俺勝った時は同じ順位で終わった時はしんどい。また4 6 10だけど。確かにね。まあでも逆に7 7 7もまだなるかも。だるい、それは。それが一番だる。まあおもろいけど。それではまた次の動画で。せよ。